がパンチの見極めが大事になると思います。見えにくいんですけども、とはこそあえて左を伸ばしてきました。右フックから入っていきます。手をどう握っていくか、少し一瞬のパターンは、まあ自信あるんですよね。はい、やりかめたさん、削り取っていくような、お父さんの声も聞いてみましょう。自分からに、ここから再び連勝街道の拓磨。これもイメージの下が少し腫れてきたかなと。そうですか。その腫れ顔を持っています、井上拓磨。今日はどういう引き出しを出してくるかですかね。まあ、分かりましたが、そうですね、ボディは間違いなく効いていると思いますし、はい、ですがカウンターという点では諸刃の剣。この距離ですね、はい、やっぱり踏み込む怖さと、だからできるだけ一発でももらわないように。